はい。窓紛きのね、ネタバラが若干含まれてるんで、もし嫌いな方は絶対見ないでください。言ったかんね。はい。アイテムフルしを。行こうか。まみらせない。これが俺の目標だ。処理して処理すれば友情は飛んでく。いや、強よいけそうじゃないはい。じゃあね、まみさんをまみらせないために、ちょっとね、窓かちゃん一体入れて、 なんとかやっていきましょう。まあ、マドカちゃんがいれば多分いけなくはないと思うんで、で貫通ターゲット録音衝撃波を当てるために、あ、これあれだね、横勘だな。横勘で、で、友情。いいね。もう細かいところは、まみさんがね、先輩の意地でパパッと倒して、で、ちょっとね、重めなボス中ボス等々は、まどかちゃんにやってもらうんだけど、ちょっと、いや、ん。 マドカちゃんスタートでいいもんなんだろうか初手。OK。いけそうだわ。で、ごめん、俺、まどかちゃん未処理だから SS をあんまり知らないんだよね。そや。画面全体だっけいやー、これはちょっとこういくしかないか。超埋水ではないんだよね。雑魚を減らして。よし、いい仕事。で。 マドに友情コンボ出してもらえばまみらずにここも突破できるといや痛ぇなオッケーボス来たねお菓子の悪魔お前だけは絶対に処理する演出ないんかえー、この辺成で演出ないのマジか人ぼっちないのよし必中 この HP は余裕で削りきるべ <laughs> できればティオフィナーレで突破させたかったけどまあ、しょうがない OK で 3P は、まあ、とりあえずマドカッチの友情をそこで出せば完璧だからこのまま行こうか s s さ一応取っとくかいやここまで来たら強よ よし、で窓かで締めはやだなティオフィナーレで締めたいさあこれで友情がどう飛ぶかだよな。 頼むっぜじゃないのああティオピナーレでは締めれなかったかしゃあなしやな。 雑魚倒してから触る演出ないんだあそうこの編成で演出ないんだすっげえ残念でもまみらせなかったから俺の勝ち以上ハム太郎でございました そうなんだよねでもまみさんほんと光属性だと思ってたらまあそうやだマドカちゃんがピンクっていうねそれがネックだったわ。じゃバイバイ